M1913 騎兵頭、M1913 騎兵頭は、アメリカ陸軍が1913年に採用した、騎兵用軍頭である。当時陸軍騎兵将尉だったジョージ・パットンが考案したことから、パットン・サーベルの通称で知られる。パットン自身が、フランスで実施した、剣術研究に基づき、従来の軍頭に見られる斬撃を重視した、極刀のスタイルを改め、一つを重視した、 自家刀のスタイルを採用していることが特徴である。大型のバスケット型、森剣を備え、人部はモロ派である。一つに適した自家刀で、騎兵によって使用されることを想定していた。一般に、サーベルの特徴とされる湾曲した刃を備えていなかったものの、正式名称には、サーベルという表現が用いられた。M1913 騎兵刀は、 アメリカ陸軍騎兵隊が最後に採用した軍刀だが実戦用の装備として使われることはなかった。第一次世界大戦への参戦直後、一部の騎兵は軍刀を携行してヨーロッパ戦線へと派遣されたが、彼らはすぐに呼び戻されている。技術的進歩の中で戦争の様相は一変し、G98 や MG08 重機関銃で武装した。 ドイツ兵を前にもはや騎兵や彼らを乗せた馬は立ち打ちできなかった。結局彼らは騎馬不評と同様純粋な移動手段としてのみ馬を使い戦闘時には下馬することを余儀なくされた。パットンもまた馬の代わりに戦車を用いた攻撃戦術に傾倒していき、後の第二次世界大戦では最も有名な機構部隊指揮官の一人となった。 1912年ストックホルムオリンピックにて近代五種競技に出場したサイのパットン軍島はアメリカ陸軍機兵隊の伝統的な装備の一つだった。M1913 機兵頭はエイムズ・サーベルと通称された M1906 系機兵頭を更新するために設計された。なお、M1906 系機兵頭は M1860 系機兵頭に改良を加える。 形で設計された軍刀である。パットンは、騎馬兵学校の剣術筆頭教官として、勤務している頃に、新たな軍刀の設計に着手した。M1913 は、M1860 や M1906 の設計から一線を、隠した完全な新設計だった。1912年ストックホルムオリンピックに続き、パットンは、家族と共に、ドレスデン、ベルリン、 ニュルンベルクを歴訪した。ヨーロッパで最も優れた剣士を探していたパットンは、フランス陸軍の色男の剣士こそがそれであろうとの噂を耳にした。その色男の剣士ことエム・クレリ総長は、ソミュールの陸軍騎兵学校に勤務するフェンシング教官であった。ソミュールに向かったパットンは、剣術研究のためにクレリとの手合わせを繰り返した。帰国後、 パットンは陸海軍ジャーナルに研究の成果をまとめた論文を寄稿した。騎平ジャーナルは1913年3月号にてパットンの記事を初めて掲載した。1913年夏、武器省に軍統再設計のための助言を送った後、再びソミュールを訪れてくれるとともに剣術研究を行った。その後、パットンは カンザス州法とライリー内の騎馬兵学校に入校し、さらに新設された、剣術家庭の筆頭教官に任命された。この職にある間、パットンは騎兵向けに、騎馬剣術及び、下馬剣術に関する教犯二冊、すなわち、1914年軍東教令及び、剣術教官の日誌を執筆した。M1913 騎兵等のデザインは、ナポレオン戦争頃に使われた。 フランス製重機兵塔、そして一つを重視したフランス陸軍機兵隊の戦闘競技から影響を受けていた。また、イギリス陸軍の機兵用、軍刀、1908年式機兵塔とよく似ていた。M1913 機兵塔は、大型のバスケット型、森剣を備える、諸ハの実機刀である。パットン自身が提唱し、翌年に、共犯、 1914年軍刀協連にも掲載された新剣術を取り入れ、一つによる戦闘を重視したゆえの設定であった。現在のスポーツ競技としてのフェンシングで用いられる剣にも影響を与えたとされたこともあったが、スポーツフェンシング用の剣はハンガリー及びイタリアの伝統的な刀剣をもとに1910年に考案されたものであり、 M1913 騎平等と直接の関係はない。後年再生産されたものによれば、全長44インチ、刃渡り35イン、重量2アンド、A ハーフポンドである。先細りの自家等で、一つ効果を高めるべく、背の部分も半ばまで刃が設けられている。森剣及び柄の重さを考慮すると、一般に騎平等と呼ばれる刀剣と比べると、 重心は大幅に手元に近くなっている。戦車の前で記念撮影を行うパットン作家 KJ パーカーは M1913 機兵頭について軽量かつ細身で人間工学的にも極めて優れており、すなわちほとんど完璧、陸軍に支給されたものの中では最高の軍刀と評した。一方、 作家 J. クリストフ・アンベルガーは、騎兵による使用には適していないと指摘した。騎兵突撃の速度を考慮すると、敵兵を一つ後に軍刀を引き抜くことは容易ではなく、騎兵は軍刀を手放すか、さもなくば無理に引き抜こうと剣を握り続けて、手首の骨折や肩の脱臼などの負傷につながったり、最悪の場合はそのまま落馬して、馬に踏み殺される可能性さえあるとした。共犯。 1914年軍投協連では、M1913 騎兵頭を用いて、騎馬戦闘及び下馬戦闘を行うための訓練概要が述べられていた。また、設計にあたってのパットンの構想は1913年の報告書、軍投の形態と運用の中で述べられている。1914年軍投協連の発表後、 騎馬兵が高生との要望を受けて執筆された剣術教官の日誌では次のように述べられている。半島戦争の最中、イギリス軍は常に軍刀を斬撃のために用いた。ところが、フランスの隆起兵は一つのみを行い、長い自家刀による一撃はほとんど常に致命傷をもたらした。そのため、イギリス人はフランス人にフェアな戦いではなかったと抗議した。 サックス元帥は三角断面の軍刀で、フランス騎兵を武装し、一つを必須のものと位置づけようと考えていた。バグラムでは、騎兵が突撃前の越兵式を行っていたとき、ナポレオンは彼らに、切るなよ。一つ、一つだ。と命じたとのことだ。インザペニンシュラはオザイングリッシュ e アリ l i s h New Always Used the Sold for Cutting, ンズオンザコントラリー。 use the only the point which, with the i r l o n g straight s w o r d s almost always, cause d a fatal wound, dismay e d the English, protest that the French did not fight fair, martial sax wish the two arm the French cavalry with, a blade of, a triangular cross-section saw、so、as t o make the use of the point obligatory, a t bugram, when the cavalry of the guard passed in review before, a charge, ナポレオンコールドツーゼム、ドントカット、ザポイント、ザポイント、いずれにせよ、配備が始まった時点で、戦争の様相が大きく変化しており、従来の騎兵突撃の価値は失われ、騎兵用軍刀も時代遅れの装備となっていた。パーカーは、これが誰かの怒りを引き起こしていたとしても、その記録を見つけることはできないでいると述べた。ありがとうございます。